はい、玉川習字教室の玉川雄豪です。はい、今日はですね、日本習字3月号からですね、草書検定課題をですね、書いて説明をしていきます。はい、まずですね、読み方ですけれども、こちら、花は開く玉露の春、こう読みます。はい、今回の課題はですね、とても難しい課題となっています。この花をですね、ここのところですね、4画目から5画目行く、この3画目から4画目5画目に行く、この洋室ですね、あと初のこの6画目から7画目の洋室、このローのですね、4画目から8画目のこの洋室ですね、こういったところが特に難しくなっていますので、よくですね、練習をして書いていっていただきたいと思います。まず一文字ずつ説明をしますとですね、まず花ですね。はい、花。一画目、脂質は太く、そして細くしていきますね。こう、すくい上げるような感じ。で、二画目に行きます。二画目、そして三画目もすくい上げるようにですね、鉛筆をしていきます。はい、三画目から次、ここですね。直線的に、こういきますね。太くから細くです。で、ここから右上にすくい上げていきます。はい、この中心の線路を目指してきていきますね。はい、そこからこう横に行くようにしましょう。横に行ってから4画目はこう落ちます。なので、ここの位置とこの位置は4画目の脂質は低くなりますね。で、そこから5画目に行きます。はい、5画目からのこの洋室、この横画のですね、真ん中ぐらいのところですね、そこから筆を運んでいきます。はい、その際この3画目とやや平行ですね。はい、そこからここは太くして、この最終画6画目、はい、6画目はこの4画目、5画目の右上がった延長線上にですね、書いていきます。高い位置に書きましょう。はい、ここの余白をですね、広く取っていきます。はい、この書き順ですね、筆順に気をつけて書いていってください。次、初ですね。この初は旧字体の初ですね。はい、1画目、丸みを帯びていってから2画目です。そして、こう、金脈を通して3画目。こういう感じですね。外に膨らむような鉛筆をします。そして4画目。はい。4画目は5画目に向かって金脈を通していきます。はい。5画目。逆からこう入ってきますね。金脈を受けます。受けてから右上がりに丸みを帯びていきます。はい。そんなに長くいきません。はい、ここからですね、6画目に向かって金脈、筆脈を通していきます。はい、ここはだんだん太くして、ここで止めて、そしてすくい上げるようにして右上がりを強く。はい、この7画目の位置ですね、この5画目の収縮のところから出ないように書いていきましょう。はい、ここは太く、そして穂先を使って、ここのところがこの丸みを帯びて太く、そしてここですね、筆を持ち上げ突き当ててですね、そして最終角のこう膨らんで、だんだん太くして、そして玉に向かって跳ねていきます。はい、ここの流れ気をつけて書いてくださいね。はい、玉です。はい、この初のですね、金脈を受けます。はい、こっちから逆から入ってきます。ですから縦気味です。はい、そしてここ丸みを帯びていきますね。はい、左上がり、ここ裏筆になっていくんですけども、このお手本はですね、裏筆になっていってない形でありますけども、筆の穂先を生かしていきます。はい、そしてここを立てて、はい、丸みを帯びていっ
ってこの4画目と金脈を通していきます。はい、玉ですね。はい、ロー。はい、1画目奇変ですね。1画目は太くそして抜いていくような感じの股収縮の補足ですね。はい、2画目少しこちらへ膨らんでいくような感じです。はい、3画目はそこ丸みを帯びていって、そしてここもすくい上げて丸みを帯びてくる、そんな鉛筆です。はい、4画目から5画目にこう右上がりですね。ここは穂先を十分に生かして描いていきましょう。そしてこう6画目右上がりにすくい上げます。はい、丸みを帯びますね。7画目ここ細くしていきましょう。はい、青を描くような感じですね。ひらがなの青を描くような感じです。で8画目、はい、7画目に近いところで支出をします。そしてここ裏筆になりますね。なのでここの間潰れてしまうので、そこはあまり気にしなくて結構です。潰れても構いません。裏筆に行き、そこで返しますので細くなります。ここです。そしてだんだん太くしていって払うと、はい、ここのスペースを余白をですね作っていきます。はい、春ですね。春、この8画目を受けてここ1画目立てます。はい、短くすくい上げるような感じですね。はい、そしてこういう動きです。ちょっと S 字を描くような感じ。はい、S 字を描くような感じで鉛筆をして、そして左上がりに行きます。はい、ここ裏筆になりますね。で太くなります、ここ。はい、縦画に接したらば返します。はい、丸みを帯びます。ここも丸みを帯びて止めません。丸みを帯びて右上がりまっすぐです。はい、ここで止めたら上に行きます。はい、ここも丸みを帯びます。はい、で最終画太くしていきます。はい、このようにして書いていきますけれどもですね、今回はなかなか難しくてですね、溶質がとても大切なですね課題になりますので、いつもは墨継ぎをしないでですね一気に書いていくんですけども、今回はですねゆっくりと溶質を確認しながらですね書いていきますので、そういったところをご容赦いただきたいというふうに思います。はい、花ですね。一画目太くちょっと潰していきます。2画目デスク入れて3画目、これいきますね。そして右横ですね。はい、5画目、はい、真ん中、この横画の真ん中を通していきます。残していって、で4画目と5画目の延長線上に6画目を打ちます。はい、花です。今度この6画目の金脈を受けて初の1画目丸みを帯びていきます。1画目、はい、金脈を受けて3画目で4画目で5画目に向かっていきます。ここです。はい、受けて、はい、丸みを帯びて、はい、こう、はい、ここからすくい上げ右上がり強く、ここをそしてくっつき合ってます。で太くしていきます。で玉へ向かっていきます。はい、次は玉はこの7画初の最終画を受けてこう縦です。はい、
立てましたから太くなりますね。で丸みを見て、おう、グラフで読めますね。はい、戻り返し、そしてこう膨らんで丸みを見て、そしてはい、玉です。はい、次はローです。木偏一画目は太いから細いに行きますね。右上がり強くです。はい、右上がり強く細く、そして止まるに伸びてき、そしてここも丸みを帯びて、丸みを帯びて、ここですね。そして四画目、5画目、ここは細さ生かして、ここ右上がりクッと、ここ細いですよ。でこちら青を描くようにして、はい、ここ裏になって、ここで細く、そしてここ得になります。はい、ローですね。この様質作りの方を気をつけて書いていきましょう。そして春ですね。はい、このローを受けます。立てます。はい、短くすくい上げるような感じ、気脈を通してつく S 字を書くような感じですね。でここ裏振りです。右上がり、そして4画目にこういって右上がりいきます。で流れをしっかりと、はい、このようにして書いていきます。はい、なかなか難しい課題ですけれども、様質を一つ一つ確認しながら今日は書いてきました。はい、今のですね、この練習をですね、重ねていけばですね、金脈筆脈を通してですね書いていけると思いますので、十分に練習してですね書いていっていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。